はい、これはベネッセの付録についていたタオルだね。タオルの形をした絵本になるんだって。ちょっと見ていってみると、どんな顔っていう物語なのかな。リンゴちゃんがいるね。リンゴちゃんがこんにちは、にっこり、こんにちは、にっこりしているね。でも横のみかんちゃんはプンスカどうしたのって聞いているよ。どんな顔をしているのかな。こんな顔、とってもプンプン怒っているよ。怒ってる顔、目がこの三角になってる感じだよね。そしてこの裏側は、あ、バナナちゃん、よしよし、いい子いい子、いい子いい子して、バナナちゃん泣き止んでくれないかな。こんな感じで涙が出ている、っていう泣き顔だね。そして赤ちゃん、ねんねの顔、まるまるちゃんはどんな顔でおねんねするのかな。こんな感じで全部開いてあげると、こういう形でタオルが絵本になっているんだよ。